地図ルーネンバーグはカナダのノバスコシア州ルーネンバーグ郡にある港町。2006年の人口は2317人。州の南海岸、マホンワン西川の半島に位置し、ハリファックスより南西1 0 0トル前後にある。北米で最も美しいと言われる。ルーネンバーグの沿岸ルーネンバーグは1753年に建てられた都市で、その名前は イギリス国王ジョージ2世にちなんでいる。彼はブラウンシュバイクリューネブルクの支配者でもあったからである。ルーネンバーグに当初住んでいた人々は、その多くがラインラント出身のゲルマン系とモンベリアール出身のフランス人プロテスタントたちだった。彼らはペンシルベニアダッチを生み出したのと同じ時期に移住してきた人々である。彼らはイギリスによってこの地に入植するよう後押しされた。 外国人プロテスタントであった。当時の家族とその末裔の多くはこの町に留まり続けたので、今日に至っても、なお彼らはルーネンバーグの発展に影響を及ぼしている。かつては重要な開港や造船所として栄えたが、現在の町は中小企業やハイライナーフーズのような工場が多く存在している。ハイライナーフーズはかつて、 カナダ最大級の魚加工業者であった。ルーネンバーグの第一次世界、大戦記念碑ルーネンバーグは、世界的に有名なスクーナー船、ブルーノーズ号とその後継船、ブルーノーズ2の生まれた場所で、校舎は今でも母校にあたる、この町において、観光の目玉の一つとなっている。観光業は、現在のルーネンバーグにおける最大の産業であり、 毎年何千人もの観光客が訪れるため、観光客向けのホテル、レストラン、店舗などが多くある。また、大西洋漁業博物館もある。ルーネンバーグの歴史的な街並みは、1995年にユネスコの世界遺産に登録された。かつての大英帝国が築いた北米植民都市の特色をよく残していることがその理由である。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録されたパノラマ写真ありがとうございます。